なんだったっけ。はい、あ、こんにちは、山城と申します。あ、さっきの会話からも使うからね、はい、で、今日はね、岸さんを横に乗せてですよ、やっていこうということで、まあ最初の配信の感じはちょっともう取ってあるもんで、それを使うのかな、どうなってるのかわからんけど、まあいつものことグダグダの編集なんで、うちのところは、ということでね、まあ今日はね、何をやっていくかというと、まあね、朝も早くから、はい、早くでもないけど、8時40分やからな、早いです、うん、眠いです。でさ、君さ、ちょっと前までさ、今さ、さ、1回目の休憩早々終わりかなぐらいのさ、仕事やってたよな。うん。やってたはずだよね。うん。うん、で、前行った会社の、勤務時間を知ってるからね。はい。うん。だってうちと同じなんだもん。うん、俺が行った朝の4時に起きて、ひいこれ行ってるって言ってるのと、同じところに行ってたはずなんだけど。うん。まあ、そのあたりの話とかもね、ちょっと、うちうちとね、詰めてきながら、前回が、キーシーさん出てもらったのが満腹焼いたってのやつか。はい、覚えてないな。多分満腹焼いたのが最後だよな。岡崎の。あ、そうだそうだ。多分動画撮ったのはそれが最後だ。したのは、とか、会ってんのもそれから会ってねえのか。電話とかはしてるけど。うん、そっか、会ってないよな。うん。で、今。なら天理ラーメン食べに行ったのって、その後じゃない？いや、天理ラーメンでもないやね。あ、そっか。あれだって冬やったやん。うん。寒いなって言っとって。で、あれ食べに行ったらもう暑かったんやで、うん、あのそっか、うん、だからあっちの方があったのはず、はい、うん、でいうので、まあその時にやったね、じゃんけんの旅、はい、2シーズン2やっていこうかな、とりあえず今日はそれでやっていこうかなとシーズン2って一応あれシーズン1ってことになってるから、はい、シーズン2と、はい、いうので、まあまあ簡単に言うと、何もね、ネタがよしここに行くかとかっていうのが思いつかなかった時にはね、これやっときゃいいかと、あの何がいいってね、これ本当に企画何も考えなくていいからさ、うん、もう今日もさ朝さ電話しとってさ会うかってなったところだからさ、特に何も考えてなかったもんでね、うん、まあそれなんで感じでね、とりあえずね行ってみようかなと思いますよと、はい、さーてと、とりあえず前回と同じで口じゃんけんで、口じゃんけんな、うん、もっとランダムに、うん、なんかこうじゃんけんだとやっぱり癖出るじゃん。ああ、うん、ああ、なんかそういうのの、なんだろうな、もっとランダム性が欲しいんだけど。ランダム性？いい方法ないかな。ルーレットとかになってくると思うんだけど、アプリのルーレットとかあるやん。あ、結局あれやと回してってやって、しかもそれを画面で見せなきゃいけないじゃん。キャプチャーしてっていう風になって、すげえダメ出せないじゃない。ちょっと待って。うん、そう。じゃんけん。そうだね。運転しながらだとやっぱ口じゃんけんか。で口じゃんけんやとこの前の動画みたいにさ、はい、あのテロップでさグーって言ったパーって言ったって出して。じゃあ分かるもんで、まあ、最悪に音の入りが悪くても、うん、でも自分はちょっと何で出すかは、あの自分で適当な段数を表示するようなページで、あのグッズキーパーで出すわいや、どんな作戦でもいいよ、じゃんけんやからな、別に段数表を使ってもいい、こっちも何ていうか、コナがランダムになるから、うん、あの自分がよくあのロト6使うときに、うん、あの好きな、なんか適当なあのジャバスクリプト的な何かで、ジャバスクリプト懐かしいな、ジャバスクリプトな、うん、あの 6個数字出すから、うん、なんかああいうのを見てちょっとあの末尾が123ならグー、456ならチョキ、7889ならパーっていう風に、0ならどうすんねん、もう一回ポチるからまたあんの俺、つかあの車は待ってくれやんよ。あ、あの大丈夫大丈夫。あの一瞬で出るよ。大丈夫だよね。ロト6段数で調べりゃね、ググればあのうちの近くでもページ出てくるから、ね。もっとほら世の中にはさ、もっとさ楽しいあの買い方をしてる人おるやん。いや、あの伝説のあの人はあれナンバースやったっけ、ロットじゃなくて。ああ。何だっけ。あの70万あってた。でしょ？あ、わかんない。70万。ここだけピー入れる。ああ、そんな話あったね。あったね、うん。あの人なんて適当だぜ。
の人の買い方はエグいぜ。うん、あれは俺の中でも伝説だもんな、うん、あれは初めて聞いた時は本当に目が点になったもんな。すげえ。何が？だからナンバーズ乱数で、うん、はい、ナンバーズ乱数もうググればもうこのページから生成できる。1から10まで。これ1から3にしたらもうグーチョキパーできるわ。はい、これで私言います。アイコンだった。あとで調べるわ、はい、俺もその画面出して出しとくけど、いや Google のこれはそう Google でもうどっかのページで Chrome で、 Chrome で、あ、はいはい、はい、Google 検索でもうのところで出てくるんだ。へえ、 Google のそういうなんかツール的なやつがあるんだね。これ瞑想、水準儀、コイントス、あ、コイントスあるじゃん。いや、コイントスやと、マスクがなくなるやん。表裏。うん。いや、もう、これでよくないもん。あ、でも見せないかんか。そうか。その画像どうやってここにキャプチャーすんねん。やってくれじゃん。キャプチャーの映像そっちで撮っとかなあかんねんで。まあ、これいつもね、調子言わずに、ね、本当は買い替えたいなぁとも思いつつなんだけどね。あ、カメラ自体がね。うん。予算がなかった。さてと、さ、画面もね前にしたしね、まあ朝日が眩しいからね撮影にはあんま向いてないけど、うん、早速ねやっていこうじゃないかと。まあ途中ね、まあ、前回もねなんかこう指摘は入っとったりしとったんやけど、こういうのが、うん、まあ、基本ルールは前回は一応茶番的にね、はい、あの4日、奈良まで行って奈良から帰りたいキッシーさんで、奈良から帰りたくない山田さんっていうような設定やったんやけど、もう今回からそういった茶番も全部なしにしてね、はい、あの単純に今からじゃんけんで、曲がったりしてきます、はい、そしてたどり着いた先が行き先だと、はい、目的地はじゃんけんが決めると、はい。いう、本当に何の、台本もなし、はい、の、企画でございます、うん、って言いながら2人ともね、温泉があったら温泉の方に向かっていこうというね、忖度はしとったりするんですけど、うん、まあね、そういうような感じで、ね、やってこう。それはそのためには夢山の方とかねちょっと向かなあかんからね、頑張って、はい、うんうん、そこは頑張ってよ、はい、じゃんけん、はい、うん、どんなんやじゃんけん頑張るってなんやねってことで、まあ早速ねやっていきましょう。